はい、今日学んだと百姓天国、本日は3月6日ということでね。さあ何やってるかと言いますと、さつまいもの苗床ね、苗を作ろうかと思っているんですね。でさつまいもの苗をね、ずっとこのでかいハウスの中でこうやってね、保存しておいたんです。ブルーシートかけたりね、こうやってなんだっけ、畳のやつとかね、こんな感じですよ。でまあ痛みはもちろんあるんですけど、中にはこうやってね生き残ってるものがあるので、今からこれをね苗床、あそこのオーガニック復興機のところに苗床伏せ込んで苗を作ろうかと思ってるんですよね。はいね、草刈り窯で俺の指を失礼いたしました。なんてこと言うんですか、研修生の方。いいんですけどもね、もういっそのことね、これもうね、もう行きたいなって、めんどくさいなって。俺もね、実を言うとね、皆さんね、千葉自体はほら昔の2015年16年の昔の動画見てもらえば分かると思うんですけど、周りさつまいも農家じゃないですか。だからただでね、いくらでももらってたんですよ、苗をね。なので苗作りしたことなかったんですよ。まあ正直そこまでしなくてもよかったんで。でね、やっぱり苗床だとあれでしょ、専門家の方、傷んでるとアウトじゃないですか。だからどのレベルまでがね OK かなっていうのはね。でよくウイルスフリーのね取ったらって言いますから、やっぱこの辺はもうダメですよね。苗床の種芋としては使えないでしょ。俺もねこれ研修生時代以来ですからね、もう20数年ぶりにやることになるのでね、これぐらいの痛みだったら OK なんですかね。まあ今年とりあえずねこうやって伏せ込んでみて、どれぐらい使えるかっていうのをねちょっとやってみたいと思ってるんですけどね。この辺は厳しいかな。どれが使えるのかなっていうのをねちょっと今やってるんですけどね。この辺は使えるでしょうね、この辺は使えますよね。この辺はどうなんですか。はい、俺もね研修生時代以来なんでもう忘れちゃってるんですよね。まさかさつまいもの苗をね作ることになるとは思いませんでしたからね。全てはだから千葉を出たのがダメだったんですけどで最近ほら、まあさつまいもの苗は買えばいいかなと思ったら、もう最近は高いし手に入りにくくなってきてるんですよね。もう最近はやっぱり地域によってはね、もう苗を作ってくれる人自体も多分いなくなると思いますので、まあこうやってね自分が必要であれば自分で調達するしかないわけですよね。多分この辺は使えるかなということでね。何コンテナぐらいあればいいかね。1、2、今もむろに研修生の人がなんかストリップを始めたんですけど、あ、暑いからね、はい、びっくりした。なんか急に裸になり始めたんでね、いやコンプライアンスで今撮影してるんですけど、いや研修生の人はそんなに自分の肉体を見せつけたいのかと。いいんですけどもね、これぐらいまでですか。多分傷んでるのは多分ダメだよね。でも結構保存がまずまずでしたかね。この辺はもうダメですけど、俺も久々にやるんでねちょっとわからないんですよね。よいしょ、使えるのと使えないのね。この辺はもうでも多分ダメですよね。出てこないでしょ、芽がね。これ紅あずまです。ちなみにね、一番簡単なやつをねやってみようかと思います。まあ今年やってみてね、こんな感じでね様子を見ようと思います。この辺はダメだね。やっぱちょっと痛みはもう入っちゃってるんですけどね。今年は暖冬だっつってもやっぱりこれだと厳しいですかね。まあ何が正解なのかはね分かりませんから、やるしかないんですけど、うん、傷んでるね。よいしょ、この辺は使えないね。よいしょ、よっこらせと。よっこらせと。
はいはいはい。まあでも実際何本ぐらいだろうな、1000本あればうちはもう十分だ。そんなにね何単もやるわけじゃないので。やっぱ結構痛みは出てますよね。まあこうやって植えてみてね、どうなるか。まあ今年はちょっとね実験的にやるしかないですね。ダメだったらまた苗買ってくるしかないんで。よし。やっぱなかなか量はそんなに取れないね。結構残しておいたつもりだったんですけどね。多分苗床もこれでね10メートルはいかない気がしますね。あんまちっちゃいの植えてもね。こんなんで出てくるのかなね。皆さんどう思いますか、専門家の方。いや百姓の園さん、その苗、その芋ではちょっとつらいよと。多分そうなんだろうと私も思ってるんですよ。思っているんですが、しょうがないよね。これしかないんだもんね。まあまあ植えてみましょう。これじゃあダメか。ね、ところ変わればね。正直千葉時代にねさつまいものことを考えたことないですよね。周り全部さつまいも農家なんでね。私もそんなさつまいも自体に作ることに価値を見出してなかったんですけど、こっち来たら意外とねさつまいもとか貴重っていうかね。うん、まあこの辺は全部廃棄ですね。使えるのは3コンテナですね。なかなか厳しいね。乗っけられる。はい、じゃあこれを運んじゃってください。はい、じゃあうまいこと、あの軽トラのところまでうまいこと頑張って運んでください。よろしくお願いします。っていうことですね。はい、まあまあね、やっぱり多少痛み出ますよね。今年は暖かかったって言っても、まあまあこれで、まあまあこれでね、もしちゃんと苗ができるんだったらね、あれ紅あずまですけど、紅はるかとかいろいろ作ってみようかとは思いますけどもね。苗もだからさつまいも苗もね買うとやっぱり何万もしますんでね、よく考えればねちょっともったいないかなと思ってね。別に買ったっていいんですけど、せっかくだからねさつまいも作ってこうやって回そうかというふうに思うんですけどもね。はい、以上でございます。はいはい、さつまいもね、まずは、苗床作るのにね芋を選んでるという動画でございました。さあどうなるんでしょう。これで植えて、あそこの飛行機の時植えてね、穴開きトンネルと黒管列車かけてね、それでやってみようと思います。はいはい、それではまた。